庭野は、日本の生物学者。学位は博士。静岡県立農林環境専門職大学生さん、環境経営学部准教授。生の、羽は、羽の旧事態のため、新事態で、庭野と表記される場合もある。静岡県立大学大学院生活健康科学、研究科助手。静岡県立大学大学院生活健康科学、研究科状況。 静岡県公立大学教職員組合委員長、静岡県立大学大学院、食品栄養環境科学研究院助教などを歴任した。名古屋大学に進学し、理学部の生物学科にて学んだ。1986年3月、名古屋大学を卒業した。名古屋大学卒業後はそのまま大学院に進学し、理学研究科にて学んだ。 1988年3月、名古屋大学の大学院の博士前期課程を修了した。また、1991年9月には、名古屋大学の大学院の博士後期課程を満了した。同年、博士の学位を名古屋大学から授与された。なお、大学院在学中の1990年4月より、日本学術振興会の特別研究員となっている。 1991年10月、静岡県立大学に採用され、大学院の生活健康科学研究科にて助手に就任した。また、1993年8月より、アメリカ合衆国のマサチューセッツ総合病院にて、客員研究員を兼任した。同様に、2004年3月より、スイスのスイス連邦工科大学にて、客員研究員を兼任した。 2005年9月からは、浜松大学の健康プロデュース学部にて、講師を非常勤で兼任した。なお、本部である、静岡県立大学においても、2000年4月より、学内講師として、講義を担当していた。2007年4月、静岡県立大学の大学院にて、生活健康科学研究科の助教に就任した。生活健康科学研究科においては、主として、 食品栄養科学専攻の講義を担当した。また、同年4月より、静岡県農林技術研究所の共同研究員を、兼任した。2008年9月からは、静岡大学の理学部にて、2011年11月からは、静岡大学の大学院の農学研究科にて、それぞれ講師を非常勤で兼任した。2012年4月、生活健康科学研究科が、 薬学研究科と統合、再編され、新たに二研究員一学府が発足した。それに伴い、新設された食品栄養環境科学研究院にて助教に就任した。二研究員一学府に再編後は、主として薬食生命科学総合学府の食品栄養科学専攻の講義を担当した。また、静岡県立大学では、 食品栄養科学部の助教も兼務した。食品栄養科学部においては、主として食品生命科学科の講義を担当した。なお、静岡県公立大学法人の設置公共職員によって組織された、静岡県公立大学教職員組合においては、助教ながら2010年より委員長を務めた。2020年3月31日、 静岡県立大学の助教を退任した。同年4月、新設された静岡県立農林環境専門職大学に採用され、生産環境経営学部の准教授に就任した。生産環境経営学部においては、主として生産環境経営学科の講義を担当した。緑色蛍光タンパク質の構造専門は、生物学であり、特に分子生物学。 遺伝学、植物生理学、細胞生物学といった分野の研究に取り組んでいる。具体的には、茶の木や白いヌナズナを取り上げ、その葉緑体の文化制御の研究に従事していた。また、温室メロン、柑橘類、柿類などを取り上げ、それらの植物の香りの遺伝子についての研究に従事していた。その他、伊豆ユリや、 静岡県静岡市清水区などで栽培されていた、オリドナスなどを取り上げ、それらの植物の系統解析に従事していた。なお、静岡市役所の経済局商工部経済事務所、大御所400年祭推進室が編纂した、徳川家康と駿府大御所時代、図録、博物館においては、オリドナスについて DNA 型鑑定の結果などを遺伝学的な、 検知からの論考を執筆している。分子生物学的な検知からの植物の分析において、緑色蛍光タンパク質の活用を推進してきたが、その功績は高く評価されている。2001年度には、植物 GFP の改良と、その利用法の開発に関する研究に対して、日本植物細胞分子生物学会奨励賞が授与されている。また、 2005年9月には長年にわたる植物分子生物学における緑色蛍光タンパク質の開発、普及に対して日本植物学会特別賞が授与されている。その他、中川剛らと共同執筆した論文をバイオサイエンス、バイオテクノロジー、アンドバイケミストリーにて発表したが、この論文が評価され BBB 論文賞が授与されている。 同じく中川らと共同執筆した論文をジャーナル・オブ・バイオ・サイエンス・バイ c e and b i o e に発表したが、この論文が評価され、日本生物工学論文賞が授与されている。学術団体としては、日本植物生理学会、日本植物学会、日本植物細胞分子生物学会、日本分子生物学会、日本遺伝学会、アメリカ植物生物学会、実験動物学会、 などに所属する。ありがとうございます。